皆さん、こんにちは。2024年1月1日に30代の一般女性との結婚を報告し、YouTuber のヒカキンさんですが、ここに来て二股交際疑惑が浮上しています。日本で一番有名なのにもかかわらず、今まで謝罪もののスキャンダルを起こしたことのない、清純派、YouTuber であるヒカキンさん。過去に女性関係や女癖について暴露があったものの、なぜか彼の印象が逆に良くなってしまうという事態になったこともありました。果たして二股交際は本当なのでしょうか。今回はヒカキンさんの二股交際疑惑の真相と浮気相手の女性の正体を紹介していきます。登録者数1240万人を超える国民的 YouTuber のヒカキンさんが1月1日に自身の YouTube チャンネルで発表した電撃元旦婚、多くの祝福の声で溢れていますが、複雑な心境を吐露する女性がいます。その女性とは元カノを名乗る A 子さんです。ヒカキンさんと A 子さんは3年間お付き合いした後に別れるかどうかで揉めた後に、ヒカキンさんの方から俺たちは付き合うんじゃなくて特別な関係でいようと言いくるめられていたようです。しかし A 子さんは勝手にまだ付き合っていると思っていたようで、コロナ禍に入り会うことはなくなったそうですが、連絡は取り合っていたそうで、曖昧な関係が続いていたというのです。これらの経緯からヒカキンさんが結婚を発表した際に二股交際疑惑が浮上しました。ヒカキンさんと A 子さんは2015年4月に出会いました。 A 子さんはもともとヒカキンさんのファンで、ヒカキンさんの26歳のバースデーイベントに当選し参加したことをきっかけに出会い、それ以降ヒカキンさんが参加するイベントに通い認知されるようになり、 Twitter 現 X の DM で猛アタックした後に交際に発展したそうです。当初は体の関係だけだったそうですが、後に交際関係に発展したそうです。それから3年の間は幸せな日々が続いていました。ところが2018年のある日、ヒカキンさんの態度が急変する事件が起きたそうです。ヒカキンさんの自宅のインターホンにはカメラがついていて、誰が訪ねてきたか映像で履歴が残るタイプなのだそうですが、 A 子さんがある日何気なくそのインターホンの映像を見ていたら、フードを深くかぶった女性がまめに来ていたそうです。この女性について問い詰めると喧嘩になり、最終的にヒカキンさんは開き直り、これはそうだよ、俺はお前以外にもいろんな女と会っているんだからと言われたそうで、まさかの二股宣言に戸惑う A 子さん。さらにヒカキンさんは戦術のように A 子さんに対し、俺たちは付き合うんじゃなくて特別な関係でいようと言い始めたのだそうです。彼女じゃないとはいえ、その後も体の関係もあり家事も任されていたそうで、しばらくは交際している時と変わらぬ生活が続いたといいます。さらにはヒカキンさんの兄であるセイキンさんやはじめ社長さんに会わせた際には彼女だと紹介もしていたそうです。 A 子さんの誕生日にも高級ホテルを予約し盛大に祝っていたそうです。そして2020年のコロナ禍とともに A 子さんは半同棲状態を解消し、感染対策のため神奈川の実家に戻ったそうです。当初は毎日のように電話を交わしていたようで、ヒカキンさんもコロナが終わって会ったら泣いてしまいそうだなとまで話していたとのこと。しかし2021年になると連絡も途絶え始め、自然消滅のようになったようです。しかしまだヒカキンさんの家には A 子さんの荷物が残っている状態だったそうです。そんな中でヒカキンさんの結婚が発表されました。 A 子さんは驚きを隠せずヒカキンさんに結婚おめでとうと LINE を送ったそうです。するとヒカキンさんから返信が来ました。ありがとう、お互い健康気をつけて頑張ろう。 A 子さんとの関係は完全になかったことにするような文面でした。 A 子さんはだんだん腹が立ってきたそうで、新年早々ごめんなさい、喜べなかったです、自然消滅みたいな感じで距離が空いていって、この結末私はずっとモヤモヤしていたので、けどお幸せにと送ったそうです。するとヒカキンさんからは分かってくれてありがとうと返信が届きました。 A 子さんは別に分かったわけじゃないんですけどね、結婚するならせめて
私には事前に知らせて、彼の口から私に分からせて欲しかった。彼は特別な関係と言っていたけど、私は本当にまだお付き合いしていると信じていたんですよ。結局彼の言う特別な関係って、家事をしてくれたり体の関係だったりと、ただの都合のいい女っていう意味だったのかなと。そう思うと本当に腹が立ってきて、付き合っていた時彼は、お前以降は一般人とは付き合わない、結婚するなら芸能人と絶対すると言っていました。でも蓋を開けたら、一般人と結婚しましたって、悲しいですと捨て台詞を吐いています。ではヒカキンさんの言い分としてはどうなっているのでしょうか。ヒカキンさんはこの一件に関してはおおむね認めており、自身の YouTube チャンネルで謝罪動画を出しています。ヒカキンさんは、ご不快な思いをさせた A 子さんに深くお詫びいたします。当時の僕の至らない振る舞いで傷つけてしまい、本当に申し訳ございませんでしたと謝罪しています。 A 子さんとお付き合いしていた2018年、ヒカキンさんの自宅インターホンの録画映像に女性が何度も来ていた履歴が残っていたことに関してですが、当時は A 子さんと別れようとヒカキンさんから告げていた時期であり、話がなかなかまとまらず揉め事に近いやり取りが続いた時期だったのだそうです。その後もヒカキンさんが別れを切り出しては、 A 子さんが別れることに納得しない状況が続いていたようです。ヒカキンさんの中では別れを告げた時点で交際関係は終わっていた認識だったのだそうです。またここまでの経緯の中で、 A 子さんの思いに寄り添い回答した内容も違うニュアンスで受け止められていたとのことで、交際や関係を続けるために返信したものではなかったそうです。またヒカキンさんの結婚相手とは交際期間は被っていないことも強調しています。ネット上では一つ一つの深々いお辞儀、そして身に余る言葉遣い、マジで尊敬しかない、好感度ガリ、言い訳もごまかしもせず誠実、対応が正解、ヒカキンさんはほんと時流を読めるね、初動の速さ、謝罪内容、態度、服装、動画の色調、収益化しない動画、どれも隙がない、ヒカキンってほんと立ち回りがうまいよね、松ちゃんみたいに頭にきて反論するよりもおおむね認めて謝罪することで世間を味方にしてるもんな、リスクヘッジがすごいや、スキャンダル対応の初動を見誤って泥沼化させた芸能人や政治家にお手本を示すような、被害を最小限に止めるようなリスクヘッジ能力の高さを称賛する声が続々、今や芸能人が窮地に立たされる印象が強い文春法ですが、ヒカキンさんによる謝罪動画は情に訴えるために過度な感情を振りかざすでもなく、長々と言い訳を述べることもありませんでした。淡々と方々への謝罪と4年間会っていないという事実、そして疑惑の否定のみ告げた端的な姿勢が支持につながったようです。ではこの A 子さんの正体は誰なのでしょうか。2017年頃に肉弁子と名乗るヒカキンさんの自称セフレが Twitter 現 X 上で関係を暴露したことがあり、この人物が元カノなのではないかと推測されます。現在ツイートアカウントは削除済み、 LINE での会話やプライベートショットなどの証拠スクショ写真を公開したことで、かなり信憑性の高い情報として次期ネット上で大きな話題となりました。彼女曰く、ヒカキンさんとは2015年頃に交際していたそうで、彼女はもともとヒカキンさんのファンだったそうです。知り合った際に交際を迫ったのですが、ヒカキンさんが仕事上彼女を作れない状態にあるためか、両者の合意で肉体だけの関係以上には発展しなかったというのが表向きとなっています。ただヒカキンさんのファンであったことや、時系列的に見ても A 子さんの正体は肉弁子さんだと言えます。表向きはセフレ関係で終わったとされていますが、ヒカキンさんと肉弁子さんは結局交際関係となったのではないのでしょうか。結局のところ肉弁子さんもとい A 子さん側が逃がした魚があまりにも大きすぎて、引きずるというか現実を受け入れていない感じがします。ヒカキンさんも多少ズルズルした感じもしますが、それも彼の優しさがあだになったと言えます。とはいえ何年もろくに交流していないのですから、
当然の結果と言えますし、流行りのリベンジハラスメントかなと思えます。週刊誌に売るくらいの人なので、それまでの女だったということでしょう。案の定ネット上でも女性側を叩くコメントであふれかえっていますが、結局今回もヒカキンさんの成人説が実証されることとなりました。ヒカキンさんは A 子さんへの誹謗中傷はおやめくださいと謝罪動画の中で呼びかけているだけでなく、自分が情けないと反省しきりです。これにより A 子さんの惨めさがより強調されているようにも思えます。 A 子さんはあのヒカキンの元カノなんだと胸を張って、今後の人生の肥やしにして頑張ってほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。